始まった勇者部活動報告、春夏秋冬ですが、いよいよ春までやってきました。わあ、2周したすごいね。1年生が2年生になりましたね。浜谷ちゃんもね。そっか、おめでたくね。そう、私もですよ。そうだよね。もう大人になりましたね。そう、大人になったすごいね。 BGM までシーンってなってるもん。いやいや、でもね、もうめでたくね。だってこの作品が始まった当時はまだね、10代でしたからね。高校生だったんだよ。そうだよ、そうだよ、そうだね。でもこの間お家を引っ越したんですけど、引っ越しの荷物をこう片付けてたら、あとその琴平天満宮とかに行ったりとかしてたんで。あ、そうだよ、行ったんだもんね。そうそう、その時にこうそこら辺のことをゴソゴソしてたら、受験の2週間前とかにの監督とか由美さんたちからいただいた寄せ書きの紙が2枚ペロペロってこうお守りの中から出てきて、その辺から出てきたんじゃない。いや、なんかいいよ、なんかすごくリアルで、すごくそれがいいと思うやつ。違う違う、それで出てきて、で、だってあれだもん、樹里さんからもらった勇者部5か条のコップは、私は今歯磨きをするときに使っている。まさか毎日見てるか。でも歯磨きってことは毎日見るってことなんだよ。そうだよ、すごいよね。すごいよ。そうですよ、嬉しいよ。でしかもトイレにこうやって座ると目の前には、皆さんね、グッズで買われたと思いますけど、壁掛けの勇者5か条がこうかかってるんですよ、トイレに。もう勇者じゃん。勇者ですよ。勇者だね。そうだね、大人になった勇者だね。何の話をしてるんですか。いやいや、だからいろいろ間が空いたけれどもね、その間にいろんなことがありましたねっていう振り返りをしておりましたよ。確かに。なのでこの間だって登録もね。そうですよ、この間って言っても、もうあれいつだ、2月、あら3ヶ月前ぐらい。そうだね、だからこの格好で会うのはそれぶりだよね。そうですね。そうだね。まあこの格好で普段当てたらすごいもんね。まあそうなんだけど、いろいろほらその間もねありましたけれども、登録以来だからね、会ってもなかったので、なかなか会えてもなかったので。確かに。そうですよ。確かに確かにね。だからこんなに長いことね。確かにね。嬉しいことですね。はい。ということでね、間は空きましたけれども、今日ね、この番組が始まるということで、放送されるにあたってね、公式の方からもちょっといろいろ初解禁情報がありますよなんてね、振りもありましたんで、きっとそれを楽しみにしてる方たくさんいらっしゃると思うんでね。もういるのかな。はい、ぜひぜひ楽しみに。何を疑うの。楽しみに。そうだっけじゃないって。あれ。なのでね、いつその情報が出るのかというのもね、ちょっと楽しみに。当てようか、いつ出るか。あ、分かった分かった。24分50秒。よーし、楽しみにしててください。35分。はい、みんな覚えててね、ちゃんと24分50秒。50秒、はい。35分？もう覚えてないよね。考えたこともちょっと覚えてないようなんですけれども、本当に盛りだくさんなんで、早速いきたいと思いますよ。始めますよ。それでは盛りだくさんな内容で始めていきましょう。である勇者部活動生報告、本日も勇者出発。この番組はプロジェクト 2H の提供でお送りいたします。改めまして、結城優奈役の照井春香です。崎の役、内山由美です。犬坊崎付き役の黒沢智代です。はい、ということでですね、冒頭でもね、ちょこちょこお話をしていましたけれども、間がいろいろ空いておりましたのでね、近況トークなんかをしていきたいなと思いますけれども、もうね、発売されてから結構経ちましたが、キャラクターソングミニアルバム、勇気のバトンがね、皆さんもう聞いてくださってますか、たくさん。ね。どうかしら。どうですか。ちょうどその登録の時にね、なんか流したりなんかもしましたけれども。あ、嬉しい。すごい、ありがとう。素晴らしい。本当にね、素敵な曲たくさんあったよね。で、しかもあれですよ。特典にはなんと満開祭りの DVD も入ってましたからね。そうですよ。ついてましたね。感動の。感動の。ねえ、いやでもなんかこう改めて見てもやっぱこうちょっとうるっときてしまう素敵なイベントだったね。2人の私ね、涙きれいに流れるところがね、もう見てると泣いちゃう、家で。いやもうパリアスはソロじゃなくても泣いてくれるでしょ。おお、あ、ごめん、ちょっと今聞き取れない。ごめんね、ごめん。聞き取れなくなる現象があるのねえ、どういうこと。こんなに近いのに聞き取れなくなっちゃう。ちょっと早かったからちょっと。こうね、うちのお母さんはね、もう満開祭り超お気に入りなんで、あ、嬉しいね。見に来てくれてたもんね。で、見に来た時にね、隣の席に座ってた多分もう関係者席じゃないファンの方っていうか、見に来てくださった勇者の方、部員の方がもうなんか終わってからしばらくこううずくまって泣き崩れちゃって動けなかった男の子がいるらしくて、で、いつも満開祭りの DVD を見るたびにその男の子が合わせてこう浮かんでくるらしくて、あの子はちゃんとあの日帰れたのかしらっていつも。じゃあちょっともし見てらっしゃったら帰れましたってね。こんなにたくさんあるコメントの中でわかるかな。その人以外は絶対嘘ついちゃダメですよ。流れてきたらちょっとバーテックスビー嘘ついてるやん。ひどいや。いやいやさすがだね。なので残念ながら来れなかったよって方にもね、こうやって映像でお届けすることができたんでね、本当に良かったなと思っておりますよ。はい。ね、なのでこれからもね、繰り返しよかったら見てみてください。はい。そしてこの作品、キャラクターへの愛もね、かなり強いことで有名で、4月には東郷さんのお誕生日なんかもありましたね。あったね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして5月1日には私演じる犬坊崎風のお誕生日もありました。ありがとう。よかった。ね、なんかこうツイッターでもね、こうつぶやいてくれてましたからね。ありがとうございました。お祝いしていただいてすいませんね、本当。いやでもね、でもこうやって本当に一人一人のキャラクターのお誕生日を必ずね、こう公式さんであったりスタッフさんも含めファンの方々のね、本当皆さんがお祝いしてくれてるっていうのはね、本当に未だにこうやって祝っていただけるってありがたいなってすごい感じました。すごいよね。イラストとかもね、すごく綺麗なのが毎回描いていただいたりして、もう必ず保存してる。してる。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そしてキャラクターもそうですけれども、東郷さんと同じ4月にはともよちゃんがね、冒頭でも言いましたが20歳になりました。大人な感じなので。可愛いね。わかんない。私大人がまだ分かってないのかもしれない。あ、私も。そうだね。だいぶ年の差あるはずだけど。そうよね。今日も絶好調。やめてここで。いけなくて、本当に湿ってるんだけど。いや、湿ってないよ。いやいや、これが普通。おお。今日暑くて。暑くて。だってさ、もう適当なところを触っても、ちょっとなんか湿ってる。それは気のせいだよ。いやいや、違うよ。すごい。それは気のせいだよ。生地が柔らかく感じる。そうだって、私本当に。え、嘘。え、本当に。ほら。それは気のせいだよ。多分私が暴れてるからだよ。違う。いや、まあいいんですけれどもね、それでこう4月にね、20歳になったということで、やっぱこうね、私たち大人組としてはですよ、こういつね、お酒を一緒に飲めるのかなってこう楽しみにしてるんですけれども、実際もうたしなまれたんですか？話聞いてる？聞いてる？あ、聞き取れない状況になってる。お酒たしなまれたの？あ、もうね、たしなまれましたよ。まだ大人には慣れてないみたいですね。そうなんですか。いや、なのでね、また改めてみんな勇者部員とみんなでもね、お祝いできたらななんて思っておりますよ。いつってくれるんですか？いつ？あ、今ここで？ここで？いつでもいいよ、いつでも。マネージャーさんがねいるうちに決めましょう。あ、本当に？すごいね。言ったら来たよ、言ったら。あ、すごい。私のマネージャーさんが今来ました。放送中です。みんなで飲みに行きたいんでスケジュールお願いします。お願いします。最高。すごいね、こんな公共の電波を使って。いやいやでも本当。今とりあえず日本酒とあとシャンパンとワインは飲んだんですけど、すごいね、それを先に経験するってすごくない？でもまだなんか焼酎とかがまだ行ってないです。なんか普通はさ、こうカクテルとかさ、そういうのから行くイメージだけど、あ、カクテルもジン飲みました。ジンを？ジンレモネード。なるほど。飲みました。なんかでも飲むお酒がちょっと大人だよね。そうなんですよね。もう大丈夫。そうよね。あれ、300年目？300年目。久しぶりのまさか。バルニャス。久しぶり。お久しぶりです。ご無沙汰してます。ここにしてた。はい。ちょっと変わりましたね。でもちょっと違う気がするんですけれどもね。まあそれもやっぱりこう年をね重ねたということですね。あ。なるほど、わかりました。まあこんな感じでいろいろありましたけれども、これからもですね、本当にいろいろ放送とか終わってからもねずっと仲良くさせてもらってるんでね、なんか本当に貴重なね、何進めてくれてるなって。いやいや進めないと盛りだくさんって言ってるでしょ。まあでもね、本当にこれからも仲睦まじくという感じでね、やっていければなと思っておりますので、じゃあここからはですね、ちょっと普通歌なんかをね、本当に紹介していければなと思います。すごい来てるの。だって間にこれ私読むとこだったんですか？いやいや、今日本当にたくさん紹介してあげたいじゃない。めっちゃ来てんだから。まずいいですか？まずこちら。